ましょう。皆さんこんにちは、ゲーハー X です。本日12月22日土曜日、こちら神奈川県上長谷駅の、G7、こちらで実践取材の方を行ってます。今日はですね、雨ですね。もう僕も漫画喫茶出たら雨降ってて、もう気分的にも雨だよみたいな感じでしたけども、今は、先月と同じく北斗の拳、スロットの北斗の拳の実践を行ってます。1代目2代目と微妙な展開で3代目っていう形なんですが、一撃1000枚を出して今飲まれてるようなところで、これ追うかどうか、公約も 34.8 だったんで、難しいところですね。ちょっとこれを飲まして撮影の方をやってからパチンコ行くのもありかなって思ってます。このゲーハー X のこの収録の時にパチンコ打つのは初めてのことになるんで、パチンコ行ってもいいかな。ただパチンコの場合何喋っていいか分かんないし、何を取ればいいのか分かんないとこあるんで、グダグダになるかもしれませんけども、今日はパチンコ打ってみようかなっていう気分でやれるんで、この動画の方見てくれればどうなってるか分かると思います。この辺は編集さんに、悪意の言葉とか入りますけどね、悪意のこもったテロップとかブワッて出ると思いますけども、その辺はご了承ください。ではまた実践の方戻りたいと思います。はい、着席しました。この北斗の拳、現在初当たり的には3回ですけど、大当たり4回のビッグボーナス、1回、これが、さっきもうしょぼいんですけども、一撃1000枚ぐらい出たっていう形で、これですね。全然単発だったんでゲーム数乗せただけっていう一撃の残りがあとこんだけ。残念な感じですね。ちょうど12時半です。今12時半で、これしか残ってないんで、ちょっと様子見てですね、やめようかどうか考えてみたいと思います。じゃあちょっと打ち始めますか。持ちメダルあとこんだけ40枚ぐらいで集団中に切り裂きますが、あとはジャギステージでの集団中になって、これだったら確定だけど、これは冷やかしジャギステージだと思うんで、第2ラウンドパチンコ編っていう形で、ゲーハー X 実践取材初のパチンコ打ってます。打ってる機種は、メイン機種ではありませんけども、自分の個人的な趣味っていう形で、ゲーハーのブログなんか見ていただけたら、いつでも打ってるような感じの麻雀物語です。スロットもパチンコも僕は大好きなんで、とりあえずはこれでパチンコ実践、初のパチンコ実践、ここからスタートしたいと思います。今
どうせ外れるだろうと思って飛んなくていいよって言ったんだけど、日本バーってとこのボタンプッシュがもらったわだったんで、これももらったわで3本バー、ここでリーチにならなかったらちょっと期待しちゃいますけど、まあおそらくここでだよね、だよね。いいな、取りどこ、待ってますか。今緑保留が赤になりました、ここが一番の見せ所なんじゃないでしょうか。まあここで順目が止まらないのが微妙ですけど、見ましょうか。ダメです。もう先に言っときます。ダメです。ダメすぎです。これで発展になったらもうインチですよ、インチキ。ここでマドカスペシャルなのか、ジャンソーリーチなのか、サンセットなのか。マドカスペシャル、字が白文字、微妙。ここで三姉妹カットインがないと、マイクどうしたの、温泉メガネもうどうでもいいよ、もうそんなの。温泉モード突入で2ラウンドランプついたんで662、3、そのぐらいから70回転なんで、730ぐらいまでは隠れ ST です。潜伏 ST 中赤保留、しかももらったはスタートで羽の色も金色でした。まだまだ、おお、俺当たんなかったらもうお怒りですよ。お怒りになったところで何もないですけど、はい、ずれて、ずれない、2で止まって、はい、止まった、ドン、
7点なんでもう大丈夫です。よかった。なんで7点で当たんねんだよ。わけあかんねえ。無理。もう一回2ラウンド。722だから792まで、もう一回チャンス。潜伏2ラウンドの後の潜伏2ラウンド、ざっくり60運回転ってところで引き戻せたってところですね。ないよね。これはもう当たったと思います。これで当たらなかったら超ってついてる意味がない。長かった。はいはい、頑張ろう。4本まで見せてくれんの？どうなの？さあもうまどまりと。あ、負ける気がしないぞ。フォックス。フォックスか。第3決意するか。もう球少ないから満タンしないよ。根本的に当たるの分かってんだし。第3ゲーム水槽、あれペーって弱いじゃん。まあ当たると思うけど、ペーって普通なら弱いよ。はい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 、やったー。何件ついたな。6万4000発出さないとね。お願いします。レギュラー多めで。はい、そんなもんすよね。久々にメモが書けるよ。743 R。 漢字一文字熱、熱いけどロックオンやめて。ロックオン、
はい、外に出てまいりました、終わりのエンディングトークみたいな感じなんですけども、まあ見ての通りです、見ての通りだいぶしんどいとこ来てます。もう初めてですね、ここまでしんどいのはこの実践動画を撮り始めて。パチンコってのがやっぱり読めません。もうどうにかなるもんじゃないってのが分かりました。もう2ラウンド潜伏からの2ラウンド潜伏からの4ラウンドでする、まあ ST 機だからしょうがないのかもしれないですけど、せっかく当てて動画やっと撮れるよっていうところで、あの仕打ちはきつい。明るく元気に頑張りますよとかもうナイスと。まだこの収録の後もね、まだまだお店さんの方にはいるんですけども、どうなるんでしょうね。とりあえず今日のこの実践収録4時間かかって大変な中身になってると思います。当たってる画面が4ラウンドだけしかない、スロットも回してから当たらず、パチンコも0から回して700後半まで当たらず、ダメだこりゃ。ちょっと修行してきます。